はい、おはようございます。Get Ready With Me をやっていこうと思います。ちょっとすごい顔が寝起きすぎてびっくりしてるんですけど、髪の毛を先月短く切って、今月に入ってからもカラーをね、ちょっとこの前はベージュ系だったんですけど、今回どうだろう、バイオレット系にしてもらったんですけども、その状態でメイクをするのはちょっと初めてかなと思います。はい、今はスキンケアまで終わってるので、そしたらベースから作っていこうと思います。これ使っていきます。ナチュラグラッセのスキンバランシングベースですね。ちょっと久しぶりにこれ使ってみようと思って、これはね、保湿もきちんとされるんだけど、テカリっていうのも抑えてくれるですよね。ちょうどよくね、こう肌のバランスを整えてくれるような、本当になんかね、美容液というか乳液感覚で使えるような下地です。でほとんど色味はこう変わらないんだけど、気持ちこう明るくなるかなと思います。気持ちこうツヤが出たのと、肌が少し明るくなったんじゃないかなと思います。でそしたら、普段はファンデーションほとんど使わないんですけど、ちょっとこのね、新しいナチュラグラッセのスキントリートメントファンデーション、これを、ちょっと使ってみたいなと思ってて、なんか全顔っていうよりは、これをちょっと気になるところで、ちょっと薄く伸ばして使ってみようかなと思ってます。こんな感じ。ファンデーションは、ほとんど使わないんですけど、なんかこうやって、こう気になる部分使いで使ったりとかはするかな。なんかあんまり全部に塗っちゃうと、なんか、逆になんか、アラが目立つような、私はそんな気がしてるので、そう、あんまり、そう、全部には塗ることはほとんどないんですけど、スポンジで、このままトン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 と、肌になじませます。はい、こんな感じです。どうだろう。すごくこういい感じのツヤが出た気がする。したら、先に、このハイライト、シャネルの、レベージュフリュイドアンルミネールベルミン、パーリーグローっていうハイライトを使おうと思います。これね、ずっと気になってて、で最近使ってるんですけど、すごくこう程よくこう内側から出るツヤっていうのが演出できるから、かなり気に入ってる。なんか下地とかにも混ぜて使うこととかも、あるんですけど、今日はちょっと部分使いでやっていこうと思います。まず鼻、気持ちだけどこうね、ツヤを出してあげる。で、そしたら、お粉はたいていきます。エトボスのものですね。とツヤを程よく残したいので、前髪があるおでことか、あと眉毛ね、描くので、そこを中心に、あとフェイスラインを伸ばす。したらちょっと先に保湿リップ塗っときます。最近なんかまた花粉なのかな、すごい鼻がもぞもぞしたり目が痒くなったりとかすることがまた最近出てきたんですよね。結構このまぶたの下とかが赤くなったりすること、多分さっきもちょっと赤かったと思うんですけど、メイクする前、そうなってることが結構多くって、まあでも秋もまあ花粉はね出たりするので、春まではないかもしれないけど、本当に辛いですね。なんか眉毛はそう、もう昔の写真とか見てるけど、本当にね、すっごい濃ゆく描いてたんだなって思うぐらい結構しっかりと描いてて、あの頃はね全然ナチュラルと思ってたんですけど、だからなんだろう、本当に自分の中で気持ち、あ、これちょっと薄いかなぐらいでいいんだっていう風に思って、ちょっと最近はそこを気をつけながら眉毛は描くようにしています。いや本当にね、このリキッドに出会ってからすごい、眉毛の仕上がりが割といいというか、左右
対象に割とかけるようになってきましたね。したら、エティウスのマスカラじゃない、アイブロウマスカラですね、をしていきます。はい、そしたらじゃあ、アイメイク入っていくんですけど、アディクションのザアイシャドウスパークル 015SP という、ちょっとこうピンクオレンジのラメを使っていきたいと思います。めちゃくちゃこれ可愛い、リニューアルされたんですよね、アディクションのアイシャドウ。だからパッケージがね、ここが今までクリアで黒だったんですけど透明になってて、はい、こういう色、これをまず指にとってアイホール全体に入れます。こんな感じ、なんかほんのりこう色づくんですけど、ラメ感は本当に綺麗でキラキラってなる。だけどね、そんなにこうわざとらしくないから、それもすごいいいんですよね。そしたら、次にこれを使っていこうと思います。ラポドゥジェムのシングルアイカラー、ブロンズっていう、アイシャドウ、このねリップを持っててすごくよくって、でアイシャドウもこれ気になってたんですけど、そう、そのロフト購入品の時にはちょっとなくって、売り切れてて、そしたら最近見つけたので、はい、買ってみました。すっごいね、このね触り心地がめちゃくちゃいいので、なんかパウダーのアイシャドウなんですけど、クリームっぽい感じのぐらい柔らかい質感で、すごく可愛いなと思って、ちょっと今日初めて使うんですけど、大幅あたりにもうこれも指でのせていきます。下のこのまぶたのところにね、同じく重ねます。少しで、次に下まぶたに入れるアイシャドウなんですけど、バビメロのアイシャドウで、バビメロトゥインクルグリッターサンセットスター01番のオレンジ系のカラー、はい、こんな感じのものを涙袋のところに入れていきます。指でポンポンポンって、で、じゃあまつげを上げていきます。やっぱ少しでもまつげ上がると全然違う顔の印象が。で、そしたらじゃあ、マスカラ、ヒロインメイクのロング&カールマスカラアドバンストフィルムを使っていきます。なんか最近まつげがなんかこう落ちにくいというか、持ちがいい感じの塗り方がこうじゃないのかなっていうのが、そう見つけたというか、うん、自分の中で、あ、この塗り方いいかもっていう風に思った塗り方があって、さっきエティセのマスカラ下地を先にねいつも通り使ったんですけど、それは結構根元からしっかりつけるんですよ。で、その後に、マスカラをね使うんですけど、あんまり根元からじゃなくって、中間からこう毛先にかけてつける。そうするとなんかこう綺麗に繊細な感じで伸びてくれる、プラスなんか根元からあんまり落ちにくいって感じですね。なんかあんまり重ねると根元の方にね重くなっちゃって、そう落ちやすくなるのかなって思ってて、こう毛先の方を中心的に、だからなんか結構こうやってつけたりとか、こうなんていうの、縦にしてつけたりとかすることとかもありますね、うん、こんな感じで。で、下まつげもしっかりとつけます。とキャンメイクの、ペンシルのライナーで、インラインまつげの間ですねを埋めていきます。結構アイシャドウが強めの時とかはあんまりインラインはしない時とかもあるんですけど、今日みたいな感じとか、うん、泡目とかは結構
入れるかな。こちらドーリービンクのマイベストライナーの、色がピンクブラウンの色、これを気持ちちょっと塗ってみようかな。本当に気持ちだけ。アイメイクはこんな感じでいいかなと、そしたらシェーディングします。アンドビーのコントゥアペン。そしたらどうしようかな、チークはちょっとバランスを見たいので先にちょっとリップを塗ろうと思います。こちらアディクションのザマットリップリキッドですね。で色がね、私なんと2番をやっとゲットできました。視聴者さんがすぐね DM で、これ販売されたのが最近なんですけど再入荷オンラインでされてますよっていう風に教えてくださって、ちょうど私もその時にそうアディクションの再入荷されたっていうのを知ってたのではぁと思って、はい、すぐ、買いました。でもなんか店頭にもねありました。だからなんか買うならもうすぐ、うん、みんなさん言った方がいいですよ、すぐなくなりそう色が。で追加で買ったのがこの2番と人気の色09番テラコッタ系の色を買いました。でも今日はちょっとこの2番を使いますね。なんかねピンクベージュだけど黄みがかかった感じで、そう使いやすいですね。こんな感じで、ちょっと明るいので少し深めな感じ、大人っぽい感じにしたいっていうのがあるので、ナチュラグラッセのモイストバームリュージュの、08番アンバーブラウンという、色味を少しちょっと重ねてみようかなと思います。チークはこれにしようかな。ローラメルシエのブラッシュカラーインフュージョンの06番こんな感じの色、これを筆に取ってちょっとこの辺に入れる感じ。はい、ちょっとこんな感じで大人っぽい感じで今日はメイク完成です。はい、先にちょっと洋服を着替えました。で、ヘアセットなんですけど、まあもうほとんど最近ストレートですね、髪を切ってからは。まあ、やり方っていうのももう本当ただアイロンを通していくだけって感じなんですけど、新しくアイロンをゲットしました。リファのアイロン、コロコロするリファあるじゃないですか。あそこから出ているアイロンなんですけど、これをね、買ったので、ちょっとこれを使っていきます。軽くちょっとヘア剤をつけてるからしっとり感が出てるんですけど、めちゃくちゃいいです。なんか、まあ、今まで使ってたアイロンも、まあ、別に使えるんですけど、なんて言うんだろう、髪の毛の仕上がり方が全然違うというか、まあ、アイロン通すって言っても本当この辺は結構ドライヤーでまとまるので、このサイドを綺麗にこう伸ばしてあげるって感じなんですけど、ほとんどこのリファのアイロンは一回これを使うと髪の毛のその今こうやってアイロンで通した形を綺麗にずっと保ってくれるらしいんですよ。ちょっと雨が降ってすごい湿度が高かった日があったんですけど、これを使ってたら本当に跳ねるっていうことがなかったんです。私すごい猫っ毛でめちゃくちゃボサってなるわけじゃないんだけど、こう片方だけ跳ねちゃうっていうこととか結構あるんですよ、雨が降ると特に。でもそれがね全然なくって、めちゃくちゃいいっていう風に思いました。すごいちょっとモードっぽい感じの雰囲気に見えるんですけど、前髪はシンプルにもうアイロンを通していくだけです。ちょっとね前髪もね
普段よりは気持ち短めに切っていただいたんですよ。理由としてはもう多分今こんな感じだけど、あと1週間後ぐらいとかしたら、うん、もうちょっと伸びるし、だからもう短くいいやと思って切りました。はい、だいたいこんな感じでいいかな。でも先にちょっとオイルを全体的にトリートメント、ヘアトリートメントのオイルをしてたので、今しっとり感は割と出てるので、軽くクリームだけつけて、もうちょっとこの毛先あたりだけをしっとり感を足していきたいと思います。内側ですよね、特に。表面はまああんまりいいかな。でもやっぱ本当に伝わるかな、まとまり方が全然違うなと思いました。アイロン変えるだけでこんなに変わるんだって本当に驚きましたね。あ、そう、ちなみにね、このドライヤーもそう一緒に、そう、同じいつも通っている美容室でそう購入したんですけど、すっごく良かったので、ちょっとまたね、今度ヘアセットと、ヘアケアのリクエストもいただいてたので、同時にちょっとご紹介を、今月できたらいいなと思っております。というわけでこんな感じで完成です、髪の毛は。そしたら、ピアスは今日はちょっとあんまり大きいのにすると、と思ったので、小ぶりな感じの、ゴールド、これは、3コインズでだいぶ前に買ったやつですね。それと、イヤーカフをつけようかなと思ってて、こんな感じでつけました。で、リングはこんな感じにしてます、全体的にゴールドで。お洋服は以前ホーム Vlog の時にも少し紹介した、ミラ応援のセールで購入した、このボルドーの色のワンピースを着ました。靴はどうしようかなと思ってて、スニーカーでカジュアルに外しそうかなって今考えてるんですけど、ちょっと出かける前にもう一回ちょっと決めようと思います。で、まあ、キャミソールなので、一応この、ユニクロのブラウスは持っていく。最近ね、そう、涼しかったから割と長袖のシャツとか着たりすること多かったんですけど、今日また久しぶりに暑かったので、はい、またキャミソールを着ました。色だけね、秋先取りって感じにしてます。はい、というわけで、こんな感じで、準備ができたので出かけてこようと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。